細かい計算してくる。ユミの家。タエちゃん、もう帰るの？お風呂入ってから帰れば？え、いいの？せっかくだし、シャワーじゃなくて湯船にお湯をためようよ。いいね、疲れが取れそう。じゃあ、とても言いにくいんだけど。どうしたの？貯める分の水道代40円と、あとガス代ももらっていいかな？まさかの請求。あ、そうだね、もちろんもちろん。あと家賃を日割りで滞在時間分だけ計算したから、もらっていいかな？要求エスカレート。当然だよ。貯金させてもらうね。ぜひぜひ。どう？やっぱり貯めると気持ちいいでしょう。うん。お風呂もお金も。毎日耐えて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 たた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